ケンポソダジは、チベット仏教、ニンマ派の僧。チベットカム方言で、ソダルジェと発音するが、ケンポの出身である、遊牧民特有の R を発音しないアクセントでは、ソダジと発音される。呼び方については様々あるが、ケンポソダジの根本ラマであるキャブジケンチェンジグメプンツォクリンポチェは、常にソダジと呼んでいたので、自身も自らをソダジと名乗りたいとしている。そのため本校では正式名称の表記をケンポソダジギンポチェとする。チベットの漢詩路、各県土落語で1962年チベット暦6月4日に生また。1985年セルダラルンガルゴンパで出家した後、ケンポはキャブジケンチェンジグメプンツォクリンポチェを根本上師として依頼した。中眼、般若学、アビダルマクシャ論、戒律学、陰陽学である五部大論を修学した後、大円満、自輪金剛、大玄華網などの密教の教えを、キャブジケンチェンジグメプンツォクリンポチェから直接の系譜を授かり、ニンマ派において、前置者とされるロンチェンパとミパムリンポチェに揺るぎない信心を起こす。チベットの古典仏教問答、声明と筆記の試験の後、ケンポくらいを取得。そして、キャブジケンチェンジグメプンツォクリンポチェより、学院の監督を任され、法王の中華系の弟子への通訳者の主任となる。1987年、ケンポソダジは、キャブジケンチェンジグメプンツォクリンポチェに付き添い、中国におけるチベット仏教、中国仏教の双方にとり、聖地である五大病と巡礼し、僧、尼僧、男女の在家の孤児である4宗の中華系の弟子を受け入れ始める。1990年から1999年まで、ケンポは、キャブジェ・リンポチェに付き添い、アメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、英国、ブータン、インド、ネパール、シンガポール、マレーシア、タイ、日本など、世界中の国々を回り布教する。2006年、ケンポは、インターネットや DVD などの現代メディアを用い、布教活動を開始。これはより多くの弟子が体系立った仏教の学習を受けることができ、より広範囲の縁ある衆生に利益を与えるためであるという。2007年、ケンポソダジは、慈善活動である愛心指導を発足する。これは、仏教修行者たちに、日々の生活で慈愛と悲心を培い困窮者への無関心を止めるよう呼びかけるものである。例として、里子日幼稚園、初等僧院、看護の家、在家の孤児を援助する宿舎などの建設など、2011年2月より、上海慈恵公益基金会の名誉代表となる。多様な活動により、ケンポソダジは、学術界で認識されるようになる。2010年6月、ケンポは、北京大学や清華大学などの中国の有名な大学で教えに招かれるようになる。2011年から次の大学に招待された。すなわち、陝西師範大学、西北大学、西安交通大学、山東大学、湖南師範大学、香港教育学院、香港大学、北京師範大学、華中科学技術大学、近江師範大学である。2013年、ハーバード大学、コロンビア大学、ワシントン大学など、欧米著名大学に招聘され講演を行う。2014年には、ニュージーランド、オーストラリア、カナダ、アメリカを回り、オークランド大学、メルボルン大学、トロント大学、UCLA など数多くの著名な大学で講演を行う。我々の努力を通して、たった一人だけが善なる思いを培うのであっても、衆生に利益を与えることができるのなら、何百も何百もの英語の間、彼の奉仕者になっても構わないようになるべきだ。私がどれだけ生きられるかはわからないが、息ができる限りは、たった一人でも聴講者がいるならば、私は全身全霊をかけて、仏法でその人に利益を与えるであろう。http://www.khenposodargy.org/近年では、100冊以上の仏教本を出版。すべての翻訳は、明光法庫に集められ、口頭での教えは、里子非法庫に収集された。出版された書籍は、苦からこそ人生、やるこそ得られる、残酷こそ、青春、断絶できる、混合行があなたに強みを与える、不利、頼みがあるなどがある。ありがとうございます。